続いてスバ推しのコーナーです。さあだんだんと雪の便りも聞こえるようになってきまして、来週22日は冬至を迎えますね。そうですね、1年で最も夜の時間が長い日ということですが、それを過ぎると昼の時間が長くなりますから、冬の季節の今を楽しめると良いと思います。そうですね、ただ日が暮れるのもだいぶ早まってきましたので、これから年末年始にかけては十分に運転の方も気をつけていきたいですよね。本当にその通りですね。今回は冬の運転に不安をお持ちの方にもおすすめの安心安全なお車を紹介いたします。はい、今週のカースポット太田のスバ推しはこちら、レボーグ GTH-EX です。評価書をご紹介ください。内装星2つ半、外装星3つ、総合評価5点のお車です。それでは詳しく見ていきましょう。まずはこのスタイリングの第一印象はいかがでしょうか。そうですね、車体が低くてかっこいいですよね。まるでスポーツカーのような印象です。実はこの新型レボーグはスバルのデザインコンセプトであるボルダーデザインを採用しています。スバルが提供する価値観や車が持っている個性をより大胆に際立たせることを目指したデザインで、この新型レボーグでは意のままにコントロールする楽しさと先進性を表現しています。ボディの形も確かに大胆な印象がありますね。今にも走り出しそうなダイナミックな前傾シルエットや、フロントのヘキサゴングリルからリアへかけて絞り込まれるように流れる塊感のあるデザイン、そしてボディの内側から外に向けて張り出している力強いフェンダーが、この車を目にしただけで思わずドライブしたくなる、そんなワクワクしたスポーティーなスタイルに描き上げられています。スポーティーでいてワゴンスタイルということもとても興味深いですね。スバルの車ですから走りの面でも優れているんですよね。このレボーグは軽くて強い骨格を有しており、それにより安定した走りと静かで快適な乗り心地が高められています。長距離運転でも疲れづらく、いつまでも乗っていたくなるような走りの気持ちよさをお楽しみいただけます。移動時間が快適で楽しければ、どこまででもお出かけしたくなりそうですね。そしてトータルバランスに優れた世界に誇れるパワーユニットを目指して新開発された 1.8 リッター水平対向直噴ターボエンジンを搭載し、低回転域から力強いパワーと優れた環境性能を実現しました。燃費の面ではどうなんでしょうか。ターボ搭載モデルの四輪駆動モデルでありながら、カタログ値で 13.6 キロと優れた燃費性能も発揮し、経済的にも嬉しいレギュラーガソリン仕様もポイントです。また前後左右の重量バランスに優れたスバル自慢のシンメトリカル AWD と軽量コンパクト低重心のボクサーエンジンで、安定した走りと滑らかで変速ショックのないリニアトロニック CVT の組み合わせにより、アクセル操作にリニアな反応を見せ、キビキビしたフットワークも魅力の一つです。さすがはスバルの車、気持ちの良い走りが楽しめるんですね。さあワゴン車といえば荷室の方も気になるところなんですが、ご紹介いただけますか。では小野さん、はい、そちらのアクセスキーを持ってリアゲートについているこのスバルマークに肘などの体の一部を近づけてみてください。はい、ではやってみたいと思います。あ、すごい、ピーと言って自動で開きましたね。両手が荷物などで塞がっているシーンなどではとても重宝するハンズフリーオープンパワーリアゲートを装備しています。雨の日などはとても助かりそうですね。もちろんワゴン車としての積載能力も万全です。極限までスペースを広げて隅々まで使いやすさを実現しています。メイントランクとサブトランクを合わせて561リッターという大容量を確保しています。はい、サブトランクがこちらの下の部分になりますね。こちらはどんな時に使えるんでしょうか。例えば濡れた荷物や汚れた荷物など他のものとは分けて収納したい時などにお使いいただけます。なるほど、
ここまでサブトランクを作り込んでいるのはワゴン車を得意とするスバルらしい発想ですね。それでは運転席を見ていきましょう。失礼します。あ、レヴォーグの車内もスポーツカーのようでとてもかっこいいですよね。そしてこちらの大きな画面、やはり目につきますね。何度見ても迫力がありますね。こちらはセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテイメントシステムといって、ナビ機能はもちろん、パネルの上部には安全運転を見守るドライバーモニタリングシステムのカメラが組み込まれています。運転に必要な情報を瞬時に分かりやすくドライバーに伝えて、直感的な操作をサポートしてくれます。また 11.6 インチの高精細な大型ディスプレイですので、とても見やすくなっています。タブレット感覚で操作ができるのがとてもいいところですよね。またこの一つ一つのアイコンも大きくて見やすいですよね。さあ、そしてこちらのアイサイトですが、とてもコンパクトになりましたね。小野さん、実はこのアイサイトシステムが今回一番のアピールポイントなのです。今回は新世代アイサイトに高度運転支援システムを搭載した最先端の安全テクノロジーであるアイサイト X を搭載しています。アイサイト X がついていたんですね。はい、このアイサイト X は GPS などからの位置情報と 3D 高精度地図データを組み合わせて、常に自社位置を正確に把握しています。その上でカメラだけでは検知しきれない様々な道路情報を認識し、滑らかな車線変更をアシストしてくれます。またカーブや料金所の手前などでは適切な速度まで減速をしてくれる先進技術を搭載しております。人工衛星からの電波などを受信して、それをアイサイト X に活用しているということなんですね。その通りです。さらに渋滞時など停止や発進を繰り返すような場面では、ドライバーに大きな負担がかかります。そんな時でも 3D 地図データに登録されている自動車専用道路で一定の条件が揃えば、ハンドルから手を離したハンズオフアシストや発進・停止などもアシストしてくれて、ドライバーの疲労が大幅に軽減されます。場所は限られますが、手放しで車を走らせることができるなんて、なんだかもう夢のようですよね。これで交通事故の方もなくなるといいですよね。これまでのアイサイトも十分な安全性能を有していましたが、頭脳にあたるソフトウェアの進化と広角化したステレオカメラに加えて、前後4つのレーダーを組み合わせることで360度センシングを実現しています。これまで以上に幅広いシーンで安全運転をサポートしてくれます。アイサイト X 搭載車は交通事故を起こしにくい車と言えそうですね。あるデータによりますと、アイサイトのついているお車は追突事故が 84% も減少しているということなんですよね。さらにですが、万が一の交通事故や車両トラブル時には、アイサイト X の新たな機能であるコネクテッドサービス、スバルスターリンクも有効です。エアバッグが作動するような大きな衝突事故が発生した場合に、車が自動的にコールセンターへ通報を行い、警察や救急、さらには医療機関などと連携して、より迅速に救命活動が行えるようにサポートしてくれる機能なのです。スバルでは命を救うための取り組みをしっかり行っているのですよ。安心安全を推進するスバル車として、万が一の時にもしっかりと対応できる車になっているんですね。先進の高度運転支援システムや充実した装備が魅力の1台です。日常使いからレジャーなどオールラウンドにお使いいただけます。走りも装備も安全性も兼ね備えた先進のレヴォーグ、ぜひご検討くださいませ。安心して運転できる1台です。気になる方はぜひカースポット大田までお越しください。それではお車の詳細をお願いします。2021年式で走行距離はおよそ 23,000 キロ、車検は2024年1月までついております。安全装備ですが、ぶつからないための機能は
プリクラッシュブレーキ、後退時ブレーキアシスト、オートマ誤発進・誤更新抑制制御、その他ご覧の機能がついています。疲れないための機能は全車速追従機能付きクルーズコントロール、車線逸脱抑制、ツーリングアシストがついています。ヒヤリを減らすための機能はスバルリアビークルディテクション、アレイ式アダプティブドライビングビーム、ドライバーモニタリングシステム、エマージェンシーレーンキープアシストがついています。視覚を減らすための機能はスマートリアビューミラー、デジタルマルチビューモニターがついています。その他ご覧の機能がついています。それでは注目のお値段をお願いします。支払い総額355万9880円です。なお、お客様ご要望のオプションなどの費用は別途申し受けます。今週のスバ推しは2021年式エボーグ GTH EX AWD CVT、 支払い総額は355万9880円です。なお、支払い総額は12月現在群馬県登録で店頭納車の場合の費用です。登録月やお客様のお住まいの地域によって金額が異なりますので、あらかじめご了承ください。詳しくはカースポット太田 0276-45-3933 までお問い合わせください。